作っていきます。バターねえ、ちょっとねこれねもうちょっと早く常温に出しとくべきだったんですけど、まあね私はねちゃんとレシピを読まない女なのでまあ1時間前に出してカチコチなので少しあのチンします。いけ、あ、普通にやってもスタートしちゃった。2、3、溶かしバターの5、6、だからね数えてるんだよ。あ、ギフトありがとうございます。え、200ワットでじゃあどのくらい、こんばんは。そうそうそう、まあ、いつものことながら、そう私はレシピを読まない女じゃあ読んでるね、読んでるんだけどなんかいつも大切なところね読み飛ばしちゃうんですよ。そう、どうかな、あ、いけるんじゃない、あ、いけないわ、あ、でも、あ、いけるいける、あ、大丈夫大丈夫、いけるいける、これでよしたね。あ、ギフトありがとうございます。バターをねりねりしていきます。イエーイ、ギフトありがとうございます。そう、今日はねバレンタインだよ。かわいいかわいいクッキーを作るからね。本当にさっきもコメントあったけど、え、チョコじゃないんだねっていうコメントはなしでお願いしますね。もうね嫌だよいや、準備不足が、そんなことない、準備してた、ちゃんとね測ってね、ね言わされた感すごいでも本当にあの事前にねふるいにかけて測ってってやったんだよ。大丈夫、いつものことだから、常温に戻さないのは。そう、いつものこと、いつものこと、通常運転、今までちゃんと常温に戻したことなんかなかった本当にこれはマジで、お菓子作りで常温に戻しましょうっていうものを戻したことは一度もないです。いつもチーンしちゃう、チーン、柔らかくなったね、バターがね結構柔らかくなりました。そう、柔らかくなったよ、ねりねりできるくらいに柔らかくなったよ。そしたらバターにお砂糖、粉砂糖、粉砂糖ちょっと白飛びして見えないからまあいいや、粉砂糖とあとなんだ、あ、バニラエッセンスは、まあ、なくてもいいらしいのでなしでいきましょう。そう、バニラエッセンスね買ってもあんまり使わないからね、ね、またね混ぜ混ぜしていきます。こんばんは、今日はねツインテールでしっかりメイクもしてる。なんか懐かしくない、ツインテールって、この高さのツインテールって最近やってなかった気がする。髪の毛も短かったしね、髪の毛伸びたよね。こんばんは、同じオーブントースター使ってた。そう、お兄ちゃんがね買ってくれたのプレゼントに。ねえ、折れた。ねえ、
よ、ヘラなんか。この前来てたよね、なんか、ね、姉ちゃんもさ、なんかなんだっけ、これゴムベラ折れた言うて LINE してきた。ギフトありがとうございます。もうやだわ。はい、ということでキベラを使います。なんかお菓子作りでキベラを使うことになるとは思わなかった。ゆうたありがとうございます。いやでも本当になんか多分お菓子作りあんまりしたことないから知らないんだろう。ゴムベラは壊れるもんです。結構ね本当に割とパキッといくからね。プラスチックだもん、ただの。そう、割と本当にパキッといっちゃうから。混ざったね。混ざったら、これアーモンドプードルと小麦粉をねふるったものですね、入れていきます。折れちゃったの、折れちゃったの、まさかの。なんか折れるんならせめて最後の方で折れてほしかった。初っ端から折れると困る。少しずつちょっとゴムベラではなくなったので、木ベラでちょっとになっちゃったので、少しずつ入れて混ぜていきます。こんばんは。何折れたの、何折れたの。ゴムベラ。そう、ちょっとやってたらね、思った以上に多分バターとかで力が入っちゃったんだろうね。ありがとうございます。ね、よし、あとは入れて、この全部入れます。固いアイスでスプーンが折れたりもあるよね。あるあるある。いや、なんか鉄のスプーンは折れたりはしないけど、プラスチックのとかさ、なんかコンビニでもらうようなやつはあるよね。あー、もうまた携帯が汚れちゃった。こんばんは。そう、木とかね。
と今ね混ぜてポロポロなので、はい、なんか今ね、あ、ギフトありがとうございます。こんな感じでポロポロなので牛乳入れます。牛乳入れて混ぜます。これで多分まとまってくるはず。レシピ通りに作ってるから、これでまとまらなかったら困る。なんか久しぶりにお菓子作りしてるんだよね。どのくらいぶりだろう。本当に最近全然お菓子作ってなかった。なんかこの前のさ、なんか生写真の時にドーナツ作ったかな、一回。それくらいかも。作っても食べきれなくって最近ね。クッキーだよ。うんね、なかなかまとまらない場合はお手手を使います。お手手でもまとめちゃったら早いです。やっぱりね、木べらだと限界があるよね。はい、ということで手を使います。なんで左手使ったかな右利きなのになんで左手使ったかな。なんかね、左手がねすごい不器用なのよ。で、なんでチョコやない、え、ゆうたやん、さっき。だから好きなものを作りたいんやっていう話をしたじゃないかいね。好きなものを作らせて ね、バレンタインだからチョコっていうのはもうねなくていいと思う勝手に普通に気持ちを込めればそれでバレンタインだよって思うよ。そう、気持ちを込めればいいのさ。ギフトありがとうございます。今日はね、ただのクッキーじゃないんですよ。可愛いクッキーを作るんで。そうそうそう、ちょっとそれをねお楽しみに待っていただけたら。まとまってきました。アイシングクッキー、ちょっとそれはねお楽しみに後でね発表するんで。おっと、よし、生地がまとまりました。きれいにします。はい、そしたらちょっと色をつけるので、色をつけるというか違う味のクッキーを作るので材料を分けます。はい、ね、分けます。まずこれのね重さを測ります。おー、340ね。あれ350あるはずなんだけどおかしいな、350あるはずなのに 11g どこ行ったびっくりするんだけど。まあいいや、とりあえずじゃあ190くらいいかな。190、エラーになっちゃった、エラーになっちゃった。消えた 11g ね。どっか走って逃げてっちゃったかな
嘘でしょ、やだ。はい、まあそしたらちょっと生地を休ませなきゃいけないのでラップに包みます。はい、 90g で、そうだな、もう一つはこれが150あるから100と50でいっか、40、お、50、きたきたきた。そしたらね、100g に分けた方のにココア、ココアをね入れます。ココアを混ぜます。急に私の雑さが出たよ。はい、ココアをね混ぜますよ。なんかさ、ドロンコ遊びしてる人みたいあのちゃんとねクッキー作ってるからね、ココアをね。ありがとうございます。はい、なんか綺麗に茶色になってほしいんだけどな私の混ぜ方が足りないのか。ありがとうございます。なんか粘土で遊んでるみたいはい、まあね、ちょっと練って茶色にねなったかな。はい、茶色になったので、そしたらこれもねちょっと包んで冷蔵庫へね行きますよ。そして次は 50g に分けた方のはブラックココア。そう、さっきのココアより濃いかな。いや本当にブラック見て、ほらブラック、さっきよりね黒いんですね。次のはこれもねりねりなんか遊んでるみたいでしょいやね、まあ、こんな感じで楽しんで、本当に可愛い、これでね可愛いやつができるから楽しみに待ってて。炭じゃん、なんかねレシピではね、そのた竹竹炭、え、竹炭になってる、パウダーみたいなを使ってるんだって。そう、でもなんか代用でブラックココアでもいいよって書いてあったから、そう、そんな、そうなんかまあなかったんで、そんなね、竹炭って止める、なんかパウダーなんか食べれるんじゃない、お菓子用のじゃだと思う、それ。はい、こんな感じ。さっきより暗いよね。はい、ネリネリしましたので、これもラップの方にね包んで。ラップの方に包みまして。で30分休ませます。はい、30分冷蔵庫で休ませます。ちょっと待ってね、その間にちょっとだけ片付けを
本当になんか泥で遊んだみたいな茶色になった。手を洗って。話したいのです。少しね、ちょっと洗い物をしながら。お風呂ってんのかな。お風呂入らないよ、あの子たちあんまり。しょっちゅうは入んないよ。もう梅は、梅はそこ、え、梅いる、うん、あ、ももも梅もなんかおばあちゃんの方行ってるみたい。おばあちゃんの部屋に。呼べば来るよ。まあ寝てるだろうから呼ばないけど。なんかね、いつもねこの時間はね、ももと梅ね、おばあちゃんの部屋行くんだよね。そうで、寝る時間になったら帰ってきて、そう寝るの。犬は水嫌いだよね。いや、そんなことないよ。ワンちゃんによる。まあ、家の子嫌いだけどさ。うん、なんかすごい、お風呂大好きっていうワンちゃんもいるよ。洋服がめっちゃ可愛いね。エプロンも嬉しい。これね、この赤のお洋服ね、可愛くてね、一目惚れして買いました。たまにはね、赤の服もいいよね。最近ね、いろんな色の服が好きなんだ。今日ね、ちょっとオレンジの服をね、買った。そう、白とオレンジの。めっちゃ買う、めっちゃ買うじゃん。最近本当にいろんな色着るのよ。青とか、紺、緑、赤、オレンジ。黄色はね、持ってないかな。黄色の洋服はあんまり持ってないから着ないけど、そう、いろんな色を着るようになった。白も着る。てか最近なんか白率が高い。そう、おしゃれが楽しくてね。で、それにピアスとかも合わせて、靴も合わせてってやるのがすごい楽しいな。黒いが着てるの珍しい気がする。まあ、配信はね、まあ私のパジャマで配信してるんで、パジャマが黒色なんで、基本的にそう黒になっちゃうんですよ。こんばんは、ひかるちゃん、チョコ食べたい。待ってて、今作ってる最中なの。うん、
近ね、だからすごいいろんな色着るんだ。楽しいの、おしゃれが楽しいです。うん、白着て、まあたまに黒も着て、で赤のコート着たり。こんばんは。ね、服っていいよね。なんか見てるのも楽しいし、買うのも好きだし、なんかあ今日何着ようかなって選んでる時間も楽しいし、うん。帽子も好き。最近はね、バケハが特に好きで、なんか頭に合うサイズがなかなかなくて買ってないんだけど、そう、ずっとね、キャップとバケハ変わった色のが欲しいなと思ってて、そう、最近本当に何でもどんな色でもって感じだから、いろんな色見て、あこれいいな、この服に合いそうとか思いながらお買い物するんです。おしゃれは女の子の特権だからね。いや、男性でもおしゃれしてもいいと思いますよ。すごいね、いいと思う。素敵だと思うよ。よいしょ。待って、何分からやった？25分くらいからやってたよね。じゃあ55分になったら記事出そう。分け派はね、持ってないから被らない。そう、頭のサイズがあんまり合わなくて、いつも。大きいんです、どれも。53分くらいまでありがとう、ギフトありがとうございます。でもね、黒も好きだし、でも最近ね、髪の毛がねピンクじゃん、明るいから、結構白とかも好きかな。うん、白とかも好きで、結構ね、あとベージュとかも好き。ベージュ、ああみんな大好き黄土色みんな大好き黄土色とかね。こんばんは、ハッピーバレンタイン、ハッピーバレンタイン、イエーイ。かな。おしゃれだね、嬉しい。いや本当におしゃれって楽しいよね。ビバレンタイン。あ、ちょっと待って、プラメを送ろう。ちょっと待ってね。人数分あるん？わかんない。分量全然考えてなかったから。失礼いたしました。失礼いたしました。ちょっとプラメを送らせていただきます。充電が 10%。
こんばんは。ギフトありがとうございます。ちょっと待ってね。ありがとうございます。送りました。届くの待っててね。びっくりした。携帯チョコで塗り固めてるのかと思わなかった。思わなかったんかい。マリアちゃんも配信してるけど色違いで同じにとかも本当。こんばんは。それで言われてね、見たくなっちゃうよね。ちょっと待ってね。マリアちゃんどこだ。え、本当だ。なんかね、さっきねミッサーがインスタ上げてたの。ミッサーもね、なんかあれ色違いじゃないっていう服を着てたのよ。あれもしかして3人色違いかな。そう、ミスター黒だったかな。うん、そう、ヒカね、ちょっとサイズがなくて M なんだけど、そう、ちょっとなんか大きめ。まあでもシンプルなデザインだから、もしかしたら違うかもしれないけど。こんばんは。メンバーで話して話題になったとか。いや全然。はい。いやでもなんか本当に割と今このデザインあるよ。うん。そう、こんな感じのデザインあると思うから。まあわかんないけど。こんばんは。そう、ミスさんのツイッター、ツイッターじゃないわ、インスタ見てみ。あのさっきなんだっけ、川原さん、川原さん、さっきね、なんか髪切ったよっていうあのインスタ上げてて、それの下に着てる黒、あれ一緒じゃないとか思ってたんだよね。そう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 、可愛いよねフリル、この袖とかも。首もね、こうやってあって、なんかさ、前髪がさ、すごい割れるんだけど。すごい割れるんだけど。
こんばんは。そう、同じに見えたでしょ。流行ってるのか、それとも同じところで買ってるのか。まあでもなんかその行くお店って結構多分みんな似てると思うんですよ。そう、なんかまあインスタとかフォローしてるお店とかも結構一緒だったりするし、グレイルとかね結構着てる子多いと思う。今度聞いてみよう今度聞いてみよう。うん、東京で買ったんじゃないよ、普通に地元で。地元どっちかっていうと東京より地元でお洋服買うことが多いからね。うん、そう、地元で買うことが多いです。こんばんは。ヒカルン可愛すぎて直視できんのだが、頑張って頑張って見て。なんかこうでもいいからこうでもいいから見といてね。服と髪色コーディネートですか。いや、そんな気にしてない。なんかね、髪色、前までね髪色あれだったんだけど、その髪色をなんか派手にしたら服に合わないかなとか衣装に合わないかなとかめっちゃ考えてたんだけど、全然何も気にせず着てます。だから青とかも着るし、緑も着るし、この髪色で。なんかむしろそっちの方がその青が映えたりしていいかな、青かまあ髪色のピンクなのか、そう、なんかまた違っていいかなと思って。ピンク髪光るんツインって可愛すぎて楽しになれそうなろう、なっちゃいましょうこの際だからなりましょう街で全然知らない人と服が被ってたら気まずいよね。え、わかる、すごいわかる。この前で一回カレンちゃんとミョンちゃんと出かけた時に、そう、なんか歩いてたら、あれ待って、この前カレンちゃんあれ着てた服じゃないって言って、カフェの中、あの別にそのカフェ入ったわけじゃないんだけど、その通りがかりでカフェを見つけて、そこのパッて見たら、カレンちゃんと、そう、前カレンちゃん着てたやつと同じ服着てる子がいて、カレンちゃんお揃いだね、やったねとか言って楽しんだそう、意外とあるんですよ。そう、ひか GU とかも普通に着るし、そう、だからまあ GU、 まあ女の子が着てるのって結構かぶってるもんだし、なんかね、ヘザーの服とか着てると、なんかインスタとかで、あ、同じ服着てる子いるとか思って、うん。ヒカルの可愛さの秘訣は？いやいやいや、その可愛さの秘訣っていうのはそんなないですけど、でも、なんだろうね。え、なんだろう。あ、でも、あの自分、まあ、ひかね、結構コンプレックスが多かったね、自分の中で。そう、そのコンプレックスをなくせるように、自分を好きになれるように努力する。うん、これは大切かなって思う。まあ今でもね、コンプレックスあるところはあるけど、そう、世界で一着の服ってなかなかないからね。ギフトありがとうございます。こんばんは。全然コンプレックスはなくなんないよ、きっと。一生何かしらね、コンプレックスは残っていくんだと思ってる。そう、あー、ここ良くなったと思っても、そしたら次ね、違うところが気になったり。そう、でもね、なんかなくそうと努力するっていうのが素敵だと。
そう、ヒカはもともと顔が丸いとかちょっと上半身がね、大きいとか、まあ、肩幅はね、ちょっとある方なんですね。ギフトありがとうございます。あとはちょっとまあ丸いとか、全体的に、ね、体型がそれがね、すごくコンプレックスでした。すごく嫌だったけど、まあ走ったりして、まあ少しね、自分を好きになれるように筋トレして、腹筋つけてとかね。まあ人を気にしなかったら感じなくなるよっていうのはそうだけど、まあアイドルは周りの方、まあ気にしないっていうのは無理だし、ファンの方はどう思うかなとか、こう思ってほしいなって思ってね、活動するもんだから、そうそうそう、周りをね気にしなきゃいけないんですよ。お、髪がピンクになってる。結構前よピンクになったの1月よまあね、来てくれてありがとう。うんね、気にしなきゃいけないお仕事なので、うん、まあね、でもそれが嫌かって言われたら別にそんなこともないし、まあいろんな意見も聞けて、うん、そうそう、何なり小なりあります、誰しも。背が低いというコンプレックスはどうしようもないんだが、ごめん、あのそれはひかもちょっとどうしようもできないそうだよね、なんかさ、もともとなんか骨格的に足がちょっと短いんですよねとか、まあ、ひかもね、どっちかって言って短い方なんですね、足そう、短いんですよねとか、身長がねっていう、ちょっとどうしようもないよね。ちょっとごめん、そこだけは、あの私もそんな身長高くないし、足も長くないので、すいません、そこだけはもう何とも言えない。でもそうそうそう、なんか武器にするっていうのはありだと思う、本当に。まあ、もちろんね、嫌すぎて武器にならないって、もう武器にはならないっていうのももちろんあると思います。私もなんか胸が大きいとか絶対嫌だったし、そう、今ならね、まあ、武器にしようって思ってるけど、まあ、一生そうはならないんだろうなとか思ってたんだけど前まで、まあ、今はね、慣れてよかったなとは思ってるんだけど、そう、まあ武器にできるんならしてもいいよね。なんか身長低いからこそ、そんな子、あの身長、やっぱり身長低くて悩んでる子っていっぱいいるから、そんな人でも似合うファッションを発信していくとか、うん、結構インスタでいるよね、低身長の私のファッションですみたいなの出してる子。うんうん、なんか素敵だなって思う。なんかそういうの見てると、あ、全然なんか身長高くなくてもこんなに可愛くコーデできるんだなとか、あ、足短く見えなくて済むんだなっていうのがあるから、しかもね、たまに見ておーとか思ってね、見てるおー、確かに確かにと思いながら、うん、ね、しかもね、身長もうちょっと確かに高かったらよかったなっていうのはあるけど、今はまあまあまあ、うん、そんな前ほどは気にしてないかな。参考にしてるんだね、ひかめちゃめちゃインスタ見るからねインスタ超見る。メール来た、ありがとうございます。そう、ひかね、153かな、なんかちゃんと測ってないからわかんないけど、ヒカから見て171センチの男性はどう？え、全然身長高いと思いますよ。うん、なんかお父ちゃんがもともとそんな身長めっちゃ高いとかではないから、うん、なんかどっちかって言ったらちょっと低いタイプ。うん、それでもヒカはやっぱりヒカがちっちゃいからこそ、なんか別にそんなちっちゃいって思うことはなかったし、全然いいと思います。たまに街で女の子よりも身長低くて恥ずかしくなったりする。そんなことないよ、女の子ね、ヒール履くから。そう、結構ね、ヒカもなんか10センチとか履いたりするし、うん、大丈夫よ、いろんな人がいるから。俺低いと思ってシークレット履いてる。うん、そういう手もあるよね、確かに。シークレットブーツっていうんだっけ、なんかそういうあるよね。
それは手だと思います。あとなんか結構衣装とかであるんだけど、インソール、ちょっとかかとが上がってるソールを中に入れるんですね。そうすると足長く見えるし、身長も少し伸びるし、まあごっつやりすぎるとあの歩けなくなったりバランス取りづらくなったりはするんだけど、 2,3 センチ、まあ2センチ、まあ3センチはちょっと大きいかもしれない、2センチくらいなら全然インソール入れても、まあ靴にはよるかもしれないけど大丈夫だと思う。うん、ギフトありがとうございます。そう、衣装でも結構入ってたりしますよ、インソール。ひかだから一回ね、8の日あったじゃん、ロングブーツ履いてた時あったじゃん、あれインソールが何センチ入ってたの、 4,5 センチくらいインソール入ってて、もう歩く時点で結構やばかったの。あ、やばい、めっちゃつま先出しだわとか思いながら行って、でステージ踊ってみて、やばいバランス取れんと思って結局その曲の合間、踊らないところ出ないところでパパパパって衣装部屋戻ってすいません、インソール抜いていいですかって結局インソールね、挑戦したけど無理だったから抜いて出たっていう。そうだから無理しない程度にって感じで、うん本当になんかゆきりんさんとか結構なんか入れたりもするみたいで、そう私無理だったね、バランス取れんと思って回るんだけどもう重心グラグラうん、だからね結構やってる子はいます、インソール入れて。こっち見なんでこっち見たん？ヒール履いて踊れるのってすごいと思う。うん、まあ慣れかな。ピンヒールだと大変だけど、そうピンヒールは大変。そう全部つま先重心にいっちゃうから、うん。まあでも本当に慣れですね。外資ぐらいの衣装の時の靴のインソール入れてるの、いや人によるんじゃないですか。ヒカは入れてないけど、インソールだと背伸びしてるみたいになるんかな。まあ少しなんか高さによるって感じかな。今は何の時間、生地を休ませる時間。お、53分になったよ。オッケー、じゃあ待って、シート出して、まあ1分くらいいいよ。これが普通のココア、こっちが何も入れてない生地、これがブラックココア。こうやって見るとね色違うよ、ほら。はい、ということで、まあ可愛いクッキーって言いましたよね。はい、ちょっとお菓子作り再開するんですけど、可愛いクッキーって言いましたよね。じゃあ可愛いクッキーとは何なのか、動物のクッキーです。はい、動物クッキー作りましょう。ちょっと食べれるか分からんけど可愛いから、いや可愛くできたらだけど、はい、だからここからはねもうなんかちょっとねお遊びタイムお遊びタイム、まあ動物の形をね作っていきます、好きなように。いやなんかコアラだけじゃなく普通に、いやでもコアラはね難しいと思う。まあワンちゃんとか猫ちゃん、クマ、作りやすいやつをね作っていこうかなと思って。
まあ、ひかもね、初めてだから上手にできるのかわかんないんだけど、こんな感じでね、コロコロって丸めて、ね、エイトくん、エイトくん顔、え、作れるかな。いやでも色がないから作れないかも。これでもうなんか顔とね、胴体が雪だるまみたい。これをね、寝かせたりしてね。やばい、携帯の充電 2% だわ。ね、上手にできるかは分かんないんですけど、まあカワウソとか、まあなんかちょっとできる感じのだけど、一番作りやすいんだからクマとか犬とか猫かな。これさ、ついつい無言になっちゃうね。集中しすぎて無言になりそう。ちょっと喋らなきゃ。ちょっとじゃあちょっと頑張って、ちょっと作れるか分からんけど、ちょっとやってみるね、エイト君後でね。できんかったらちょっとやめるわ。なんかブサイクなの作るのあれだし。もうね、こんな感じで本当にもう粘土してるみたいな感じで作っていきます。これなんか焼いたらどうなるんだろうっていう不安はあるんですけど、そう、手とかさちっちゃいからさ、本当にできるのかな、焦げずにっていう心配はねあるんですけど、少々お待ち。ね、これで茶色とかでね、そう耳作ったりして、今クッキー作ってるな。そう、なんかすごいめっちゃ時間かかる予感。終わんのかなこれ、今日中に。こういうのさ、こまごまとやっちゃうタイプだから。こんばんは。あ、でも可愛いよ、なんか可愛い、あの今の状態では可愛い。焼いたらどうなるか分からんけど、状態は可愛いよ。ちょっとみんなに見せたい。ほらほらほら、見える？光って見づらいよね。ああ。ねえ、見て見て、お母ちゃん。可愛くなりそうな予感しない？このまま綺麗に焼けたら、膨らまんとけば。これさ、膨らんでさ、あの台無しっていう可能性も一応あるからね。ね、
体的なやつじゃなくてもなんか少しこうやってそう、なんかレシピではそんな膨らんでないから多分大丈夫だと思うんだけど、言うほどね膨らんでないはず。あ、卵もベーキングパウダーも入ってないよ。入ってない。どうしたの？膨らまあんまり膨らまない。うん。でね、顔、ワンちゃんの顔を作るでしょ。こうやってして、手足はね、多分取れないとは思う。膨らんだらちょっとどうなるか分からんけど。あ、これは可愛い、絶対可愛い。自画自賛。でね、なんかちょっと お顔はね後で描いていくから。ほら見えるかな、ワンちゃんのお顔の形、ちょっと桃っぽいでしょ。いや終わんない。終わんない終わんない、びっくりするぐらい終わらんね。進めていきましょうか。終わらなければインスタライブと延長するとか、いや12時以降はねインスタライブもしちゃダメなはずなんだよね、残念ながら。終わんなかったら、まあ、とりあえず完成はすると思う。第1弾焼くから、そう、とりあえず焼いて、まあ、その後私がただひたすら黙々と作り続けるっていうだけよ。そうそうそう。まあだった気がするだけで、もしかしたらしていいのかもしれんけど。なんか早めにね、ちょっと第1弾一回焼き上げるね。そしたらね、みんなにプレゼントができる。からのチョコをプレゼントができる。こんばんは。何段まであるんだろう。いや多分ね、量的に言ったらね2段で終わるんだけど、なんか完成を間に合わせたいから、そうなった時に早めに1段もう作り上げてって感じかな。でかかった。もう本当にねこれね楽しいよ。なんかね昔の粘土やってるみたいな気分。なんか昔やらなかった粘土でさ、
部違う動物作るの。いや犬、基本的に犬とかクマとか作りやすいものメインで、たまになんかちょっと違うの作れたらなとは思ってるんだけど、ちょっとまあ色とかにも限りがあるのでどこまでできるかは分かんないなって感じ。下手に触ると崩れちゃいそうで怖い。ギフトありがとうございます、ね、ちょ次エイトくんチャレンジしてみようか。エイトくんってどうやって作るんや。こんな感じ、ね、もうちょっと大きめに作った方がいいとかあるのかな。大丈夫か。すごい地道だ。だってエイトくん、やばい、携帯の充電が 1% になっちゃった。エイトくんでしょ。でもう早速わかんない、エイトくんの作り方が。配信で書いてエイトくんできます。いやもうね、エイトくんのね顔の形がね顔の形が作れないっていう。そう、顔の形をなんか難しいよな。なんか丸じゃないじゃん、エイトくんの顔って。でこれ綺麗に膨らまなかったらちょっと台無しになる。エイト君の顔の形にこだわりすぎて終わらんっていう。なんか洋梨型、うん、そう、なんか洋梨とかなんか豆っぽい感じだよね、エイト君の顔の形。でも、あ、難しいんですよ。おやすみなさい。ああ、わんこがちょっと潰れちゃったよ。なんか他のに被害
が及んじゃった。待ってね。クッキーでこんなことしてるの初めてだ。いや楽しいんだけどね、思った以上に大変。そう、なんか細かいから。もうだんだんエイト君がどんなのか分かんなくなってきちゃった。あ待って、携帯の充電切れちゃったね。エイト君どんなんか思い出せる？ちょ写真出して。細かいところがね分かんない。え、あ、全身全身想像できますか。いやいやいや、それはね違ってた時に申し訳ないからね。これさできると思う？見て、細かいね。焦げそうじゃない？うん、全身。あ、こういう系、こういう系。あ、これとか。ヘイト君のぬいぐるみね、あれだよね、お母ちゃんのね、車にかけてあるんだよね。聞こえてない。それ、あんまいいの？姉ちゃんのラインやけど。ちょっと。いる？いや、いいかな。本当に。私は粘土でもしてんのかな。粘土してんのかな。覚えてるよ、覚えてるんだけど、なんか細かいところがさ分かんなくなるじゃん。焦げたらごめんね。これマジで本当に細かすぎて、パーツが細かいから焦げる可能性がある。うん、これは本当に。ほぼほぼこ、なんか私は焦げるの確定だと思って作ってるんだけどさ、絶対焦げると思う。これはエイト君後回しにしても結局エイト君作らなきゃいけないから一緒なんだよ。だからね、まあ作っちゃうよ。
今ね作ってるから。想像以上に細かくてびっくりしてる。色はね、そう白いのと茶色いの。あ、間違えた間違えた。茶色入れちゃうの。そう使ってるよ。みんなお待たせしてごめんね、本当に。ちょっと焦げたら非公開ということでよろしくお願いします。ご了承ください。さすがにね、これね、りんちゃんがね、書いてくれてるから、さすがにやばいものは申し訳ないから。本当に足とか手がめっちゃ細いの、これ。いや、クッキーでエイトくん作る日が来るとは思わなかったよ、私は。楽しいけれども。本当に大変なんだなっていうのを実感している。最悪焦げそうになったらあれだな、アルミホイルかぶせて焼くかだね。あ、ほらほらほら、ちょっとさ、もう映せない。ちょっとどうしたらいいかな。見える？ちょっとこれね、思った以上に足とかが超細いです。なので焦げる可能性があります。でもね、この段階ではいい感じに出来上がってるよ。写真撮っていい？あ、電池ないんだった。充電充電、これつけるか。あ、いけるいけるいける、充電器いける。ちょっと普通の作っていきますね。この段階ではまあまあまあできてると思う。この段階ではね。焼いてどうなるか結局。焼いた時が怖いな。なんか全部怖い、焼いた時どうなるか。そのまま出来上がるといいんだけど、本当に。
ない以上に大変ですね。成形が、成形、うん、形作るのが難しいですね。でもね、これね、絶対さ、ちっちゃい子、そう、あ、ちょっと見えなくなっちゃったんだけど、ちっちゃいお子さんがいる家庭でやったらね、楽しいと思う。アンパンマンとかね。あら、ももと梅、二人とも来た。二人とも帰ってきた。どうしたんだろう。ちょっと聞こえた？かわいっしょ。かわいっしょ。見て、エイトくん、この段階ではいい感じ、すごくない？焼いてどうなるか怖い。してるかね。今ね、カメラの横にモモがいます。あ、それ食べないよ。ゆでもちゃん、こんばんは。今ね、猫を作成中ですね。猫ちゃん、こっちゃん、いや本当にさ、永遠に終わらない。マジで終わらん。焼く焼く。本当に終わんないね。あ、こんばんは、ギフトありがとうございます。
くらい何分かかるの？何分だっけな、20何分とかだったかな。だからもういい時間になったらちょっと一回ね入れますよ。これ本当に楽しいよ、みんなにやってほしいもん。てかもうなんか一緒にやりたい一緒に作りたいくらいマジ楽しい。ヒカこういうのは好きだ。ヒカルンと一緒にクッキーを作ろうっていうねイベントあったら絶対楽しいよ。みんなにねヒカの顔作ってもらおうかな、その時は可愛く作ってねちょっと圧かけつつみんなにクッキーでねヒカの顔を再現してもらおうかな。いや愛がこもってればね怒らんさ。もうこれは完全にあのネタに走ってるなって思ったら怒る焼き上がり楽しみだね。最終的に顔食べられちゃうけど、うん、まあまあそれはね、それはもう食べ物だから仕方ない。あ、初見さんありがとうございます。うまくできなかったとしても努力は認めてね。愛情がこもってればいいですよ全然。むしろ愛情しかないんやけど、いやなんかそういう風にね言ってるね人に限ってねネタに走ったりするんだよ、ね、ちょっとつむじ配信なのは許してね、今頑張ってね形作ってるんだ。そうクッキーの形を作っています。まだ待ってね。オッケー、とりあえず
作ったらとりあえずちょっとあと1、2個作ったら1回入れてみようかな。うん、これはね、今日はね、日付変わっても寝られんな全部やったら寝られんな。そのくらいね、生地がね、めちゃめちゃ余ってる。ギフトありがとうございます。夜更かし決定、本当にそう。ギフトありがとうございます。ギフトありがとうございます。頑張ってね、頑張る頑張る。ね、なんか可愛いクッキーできたら嬉しいよね。なんか食べれる気はしないけど、あんまり。まあ食べるけど、そう、なんかいざ食べようってなった時に打ってきそうだけど、食べなきゃいけないんで食べるが。ニルにもクッキーあげてね。あげるよ。そりゃね、一人じゃ食べきれんしね。作れるの尊敬します。いやでも、ね、お菓子はね、分量通りに作ってれば割とうまくいくよ。そうそうそう、なんかまあちょっと手順とかを省くとね、違うものになっちゃうけど、そこはねやっぱりお菓子は難しいけど、だいたい材料の分量合わせて手順を守ってればできちゃうよ。男性でも全然全然できますよ。こんなこともあろうか、先に作ったらよかったね。いや、そんなズルはしないんできっちり配信で作りますよ、私は。ツインテール可愛いです、ありがとう。平たくしたらね、簡単なの。多分立体的にするからね、ちょっと難しくなるんだよね。手とか足とかつけるから。
計に細かくなっちゃって。ギフトありがとうございます。何かレシピ見ながら作ってるの？そうだよ、レシピ見ないとね分かんなくなっちゃうからね。とりあえず焼いてみる。とりあえず焼いてみよっかな。7つしかできてない。7つしかできてないがちょっとね、携帯で写真に収めて。いやー待って、携帯ちょっと待ってね。とりあえず焼いてみます。何分だ、100、あ、待って、余熱必要だったわ。間違えていいんじゃない。余熱してる間にじゃあもう一個だけ作ろうかな。割と早めに余熱終わるんで。いやさて、うまく焼けるのか。マジ怖い、恐怖。恐怖ですよ、恐怖。そうそうそう、普通の料理だと目分量でも割と普通に美味しくできるんだけど、お菓子はね分量違うだけで膨らみ方とか、クッキー作ってるつもりがなんかケーキっぽくなっちゃったとか、逆にケーキみたいに作ってるとカッチカチになったんだけどみたいなことがね起きうる。私も経験あり、適当にあこのくらいでいいかこのくらいでいいかって言ったら、なんかクッキー作ろうと思ったのがなんかふわふわのなんか軽め焼きっていうのかな、なんかっぽくなっちゃって、なんじゃこりゃーって思った記憶がある。第一弾焼いて成功したらね、みんなにプレゼントして配信を終わろう。いやこんなに大変とは。それは軽め焼きです。いや、なんか軽め焼きではなかったの。違ったんだけど、軽め焼きっぽかったんだよね、見た目は。
ルメ焼きっていうんだっけ、なんかそう、なんかっぽかった。板チョコの食感だと思って書いてた、スニッカーズだった的な。ああ、まあね、そうそうそう、本当になんか結構大変。パンもね、なんか、うん、発酵がねとかがあるからね。パンに関してはひかも全く分かんない。そう、もうレシピ通りなんか分量とかも減らして作れないくらい分かんない。ギフトありがとうございます。ね、待たせてごめんね本当にごめんね、待たせて。私もこんなに細かく作るとは思わなかった、自分が。瓦せんべいみたいな方が、瓦せんべいってあれでしょ、なんかもうカッチカチで噛めないみたいな。瓦せんべいだっけあれ、違ったっけ、なんかすっごい世界一硬いみたいなあるじゃん。あれすごいよね、一回食べてみたい、歯折れそうだけど。そう、発酵しなかった。じゃあまあこんな感じで、こんな感じで発酵できました。さてさて上手に焼けるのか。まあ私もねちょっと細々とまた作っていきたいと思います。はい、みんなとお話ししながら。ちょっと待って。24分、なんか温度低めなんで、そうじっくり、あと分厚いんでね。何作ろう今ね、猫と犬とエイト君を作ったから、パンダ、パンダ作ろう、パンダ、パンダ。あとクマも作ろう、クマ。
うさぎもいいよね。え、パンダの耳って難しくない？いや、なんか不安でさ、つい見ちゃうよね。でも今のところ崩れてないわ。全部行こうは無理、トラは無理、ごめん無理許してくれ。トラはな、難易度が高すぎてな、一生終わらん多分ね、こういうのね、自分の納得いくまで形作っちゃうから一生終わらん3日かければとか、もうカッパカパになるで、かあの生地あら、ギフトありがとうございます。とかは簡単だけど、なんかさ、なんか嫌じゃんね なんかね、ちゃんとできてきてる、うん、気がする。え、すごいね。え、多分、え、怖い怖い。うんうんうん、なんか、エイトくん大丈夫かエイトくんだけすごい心配え、大丈夫かな、のエイトくんは。あ、なんか他のやつ、あ、猫だけちょっと崩れてるかな。うん、なんかでもそれ以外はなんか割とできてそうな。猫が少しだれちゃったかも。エイトくん、なんかいい感じに見えるっちゃ見えるんだけど、なんか手とか足とかのね、あの腕の部分が消え去ってるかもしれない、膨らんで。確かにそこまで考えてなかったな。なんてラブリーな、なんかバレンタイン好きになりそう。え、バレンタイン楽しいじゃん。いや、どうだろうどうなんだろう、人によってはそうじゃないのかな。ティーバー絶好調ダブル見たよ、ありがとうございます。
見える出してみてえーってなる可能性あるけど、いい感じ今のところ見えてるよ。うん、あと何作ろうかな。あ、クマだ、クマ、クマ、クマを作ろう。いや本当に怖い、ドキドキ。なんかさ真上から見てみないと分かんないんだよね。そう、なんか今さ横で見てるから、あーなんか膨らんでるなーしか思わないの。そう、真上から見てちょっとあー残念っていうパターンもあるからね。いやー怖い。気になって何回も見ちゃう何回見るんって感じ。今のところなんか別に悪い感じはしないよ。うん、焼き上がりをねドキドキしながら待ちましょうみんなで。いやー可愛くできてるといいな。いやマジ怖い、こんなお菓子でさドキドキすることないよエイト君どうかなみたいな。ドキドキはないよ本当に。あーやばいやばいやばい、エイト君の 手と耳、あの手足耳が焦げそう手足耳が焦げそうです。ちょっと心配。そうね、ちょっと一回アルミホイルかぶせようかな。まあそれでもワンチャン焦げるけど、焦げないようにするのアルミホイルをねかけるといいんだって。そう細かいとねやっぱり火の通りが早いもんだから焦げやすいんだよね。ちょっと今アルミかぶせてみてどうかって感じ。まあ焦げちゃったら焦げちゃったでそれは仕方ない。まあ予想はそこにはそこの予想は全然できてたから、まあ焦げちゃったら焦げちゃったでそこはもう諦めるしかない。多分どんなに頑張っても焦げるもんだって思うしかない。待って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 
さ、アルミがさ中に吹く風でさちょっと上がりそうなんだけど、まあ多分それはね隠れてるから多分大丈夫。どのくらいで焼けるんだろうって感じ。一応なんか24分から25分とはねレシピには書いてあるんだけど、なんか割と早くに焼けたりもするもんだから、うん、厚みとかで違うんでしょ。そうね、うん、変わってくる。焼けた。匂いは、ああ、ちょっと待て、待て、吸い込まれてきた。ちょっと待ってね。一回見てみる。出して。焼けてきてるっちゃ焼けてきてるよ。え、焼けてない？これもう。お母ちゃん、これさ、後ろさ、茶色になってたらもう焼けてるよね、きっと。え、待って、かわいいよ。見えるかな？どう思ったら見える？猫だけでだれちゃった。いいとこよろしいですか？あ、待って。ああ、いいとこ漏れた。待って、エイト君漏れちゃった触覚一個。あとでちょっとくっつけるね。え、でもね、ほら見て。ワンちゃんとかね、可愛くない？ほら、ちゃんとね、できてるよ。あとでちょっとチョコでくっつけよう、エイトくん。そしたら、ちょっとね、お顔を描きます。これね、チョコペン。エイト君はごめん、本当に負傷しちゃった。私が早く持ち上げちゃったから。チョコペンは今湯煎中です。まあ、湯煎はね、すぐ終わるんで。
すごいチョコ溢れてくんじゃん。めちゃめちゃチョコ溢れてくんじゃん。ちょっと待ってね。え、かわいいかわいい、ちょっと待って、かわいい、絶対かわいい、エイトくんだよ、ちゃんと。ちょっと折れたとこはね、ちょっとごめん、すいません。チョコレートの力を借りてつけれないかな。チョコレートの力を借りて、すみませんか。今これはちょっとしばらく無理そうなので、これ後でくっつけときます。いや見て見て。ちょっと片耳負傷したけど、え、可愛くない？ちゃんとエイトくん。片耳負傷中なんですけど、後でくっつけるんで許してください。ちょっとこれ絶対あのツイッターにあげる。すいません、ちょっとすごいテンション上がってる。思った以上に可愛くできたから、やっぱね、ちょっとここで耳くっついてね。あとは少しちょっとお顔描きますね。他のも何個か。え、これも絶対可愛い。ちょっと待ってね、本当に待ってね。今ね、楽しくて楽しくて知らないねん。待ってね、今全力でお顔描いてるから。これはね、見たら分かる人もいるかも。誰か、あ、見えるかな、見えないよね。そう、桃と梅。見てお母ちゃん。ギフトありがとうございます。かわいい。
え、可愛くない、ほら後ろ姿とかもさ、そうサイズ感をねちょっと梅の方がねちっちゃくしたので、黒色でできました。えー、可愛い。ちょっと他にもね描きますね、少し。耳の形崩れたけど、猫ちゃん。猫ちゃん。ねえ食べれない。作っちゃってあれだけど食べれん。これちょっと目が失敗しちゃった。あ、でも大丈夫だ。ワンちゃん、ワンちゃん。はい、こんな感じでね、ちょっとエイトくんの接着がまだ終わっておりません。くっついてお願い。はい、もうそんな感じでね、ちょっと皆さんにバレンタインをちょっとね、これでハッピーバレンタイン、ヒカからのプレゼントだよー、あーん。かわいい、すごい、すっごいドアップ、超かわいい。はい、あげるね、可愛がってください。あー、あ、ギフトありがとう。え、可愛い、可愛いのお前。ちょっとラッピングはねできそうにないんで、食べていいよ。ギフトありがとうございます。はい、ということで、ちょっとエイトくんとかはね、あとでインスタ、ツイッターかな、ツイッターの方に全部あげようと思うので、また見てください。いやー、いやー、なんか思った以上に可愛くできてね、すごく嬉しいです。私は素敵なバレンタイン、私からのプレゼント届いたかな、みんなに届いたかな。なんかね、まあちょっと下向き気味だったんですけど、ずっとなんかヒカのね気持ちが届いてたらいいなと思います。チョコではないんですけど、はい、気持ちを込めて作ったので、その思いがバレンタイン届いてたら嬉しいなと思います。はい、ということでね、皆さんね、ちょっと長い時間、何時間だ、2時間ちょいかな、お付き合いいただきありがとうございました。またあのまだ生地は残ってるんで、作ったものはアップしようかなと思います。でも本当におすすめ、みんなにやってみて、え、超楽しいから、うん、ぜひ
例えばこういうのでアニメの作ってみるでもいいし、そうアニメのちょっと細かすぎるからちょっと簡易的なものにはなるかもしれないけど作ってみたりするのもいいし、うん、え全然本当にいろんなの作ったらいいと思う。めっちゃ楽しいですこれ。ぜひ作ってみてください。はい、ということでちょっとランキングいっても大丈夫ですかね。13位食べられません長さん、12位ナナタさん、11位サルキチャットヒカチューブさん、10位谷口ひろきさん、9位ユーカとヒカチューブさん、8位ギャレスアットナナレンジャーさん、7位サトちゃん、6位ヤスアットマスク光ってる人さん、5位プリーツアットヒカチューブさん、4位チョコチョコッとちょう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 だいさん、クッキーをチョコはなのでクッキーをはい、そして3位カッキー焼き鳥連合、オレンジが美味しいチョコ欲しいワン、あげるよ、あげるさ、あげるさ、そラッピングしたらこれ絶対また可愛いもんな。はい、そして2位黒曜さん、1位ユータとヒカチューブさんです、ありがとうございます。ギフトいきます。ナナタさん、サトちゃん、ヒロくんさん、ユウちゃんさん、カッキーさん、ノーティーさん、モチタロウさん、ヤスさん、ラブカーヌさんです、ありがとうございます。はい、ということでちょっと呼ばれてない方は結成でお願いします。みんなにねあげるよ、かわいこちゃんたちよ、キュッヒカはねちょっとキュできないから、はい、代わりにキスを足かわいいんだけど、あやばい、うたうたて、かぼちゃん、ゆうたさん、ヒカチューブのみけ、たっちさん、のたさん、プリーツさん、 WY たかげの守護神さんです、ありがとうございます。たぬきじゃないよ、猫だよ、猫キュー大丈夫ですかね。はい、大丈夫そうならこれで配信終わりたいと思います。皆さん見に来てくださってありがとうございました。ショールームインスタグラム755、ツイッターぜひいいねコメントフォローお願いします。いや本当にねちょっと下向き気味でなんかあんまり喋れてたかちょっと分かんないんですけど、なんか少しでも楽しんでいただけてたら嬉しいなと思います。ということで本当夜遅い時間までね皆さん見に来てくださってありがとうございました。また明日明後日あたりまあ普通に夜配信普通に多分するかなとは思うんで、またぜひ見に来てくれると嬉しいです。あ、さとちゃんありがとうございます。それでは本当に皆さん見に来てくださってありがとうございました。そして今日も一日お疲れ様でした。明日からまた頑張りましょう。それではおやすみ。ありがとう。長い時間お付き合いいただきありがとうございました。ありがとう。バイバーイ。またね。